すごいフルバケットシートが届いたんで、皆さんに見せたいと思います。フルバケとか炭バケのシートといったらデカロとかね、よくつけるんじゃないでしょうかっていうところで、今回は変わり種のところをいきたいと思います。開けていきましょう。これはやばいぞ。軽い。これ変わり種のシートなんですよ。変わり種でもないんですけど、有名どころですね。オープン。おぉ、これはちょっとかっこいいっすね。デカロとかブリッドのバゲットシートは、まあ、散々つけたんで、ちょっと変わり種いこうぜっていうことで、スパルコシートにしようかなと。スパルコシートのエボってやつですね。着座してみたいと思います。ちょっと待って、あ、デカロのがいいわ。いかん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 、座った瞬間にわかる。デカロのがいい。クッション性がちょっと悪いな。ただ、このクッション性のなさが、タイヤ、路面の情報を、このケツにガーン伝えてくれそうだよね。知らんけど。ここが取り降りする部分になってますんで、ここは当て布のしたいと思います。ちょっと裏側見てみましょうか。なんかチャチーな。ここはちょっとラッピングフィルムでカーボンしましょうか。ということで、今日はね、スパルコのシートのご紹介でございました。気になるお値段はコメント欄までどうぞ。